こんにちは、ハイジーです。はい、というわけで高速すぎて後から光ったかと思いますが、そうなんです、今日はもう腹ペコでございます。もういつも以上に腹ペコでございます。出てしまったんです、松屋さんからすごいやつが。僕が好きな食べ物ランキングの第1位が麻婆豆腐なんですけども、ソウルの定食、四川風麻婆豆腐で麻婆豆腐定食が出てしまったんです。好きな割に噛みました。松屋さんの定食がまず外れなしなのに、しかも麻婆豆腐ですからね、それはもう美味しいに決まってます。こちらになります。こちら650円の定食でございまして、特筆すべきはこの卵がつけられるんですけども、これがね、生卵か半熟かを選べるということでございまして、今回私半熟卵の方を選ばせていただきました。こう見ていきますと、麻婆豆腐の量がもしかしてそんなに多くないんじゃないかという気がしてきましたが、せーの、はい、開きましたが、やはりこれ蓋をしてても漏れてきてた匂いがあったんですけれども、開けたら開けたでまた食欲刺激系の香りがもう鼻に飛び込んできております。わー、どう考えても美味しそう。ではドレッシングなんですけども、もう今日テンション上がってますから、かけるシーンをスーパースローで押さえておきましょう。いただきます。一番最初はサラダの方からいってみましょうと、これ、はい、そんでちょっともうこっち行きます。見てびっくりなんですけども、これね、麻婆豆腐定食って言ってんのにおなすもあるの。そうなの、すごくない？これ麻婆豆腐としか言ってないの、商品名の方では。なのにおなすもあるの、2回行っちゃったけども、そのくらいの感動。確かにそれはそうなんだよ、もう絶対合うんだよ。麻婆豆腐と麻婆茄子って同じ麻婆一門ですからね。鈴木亜美さんと香原朋美さんがデュエットしてもいいじゃないっていうような感じで、絶対これも合うんですよ。どうする、ちょっとさ、まずさ、ご飯とかにかける前にこれだけで行ってみたいっていう気持ちはあるよね。まずは麻婆豆腐だけ、シンプルに。うまい。あと結構辛い。うまくて辛い。うまいけど辛い。ちょっと辛い。ちょっと今豆腐1個食べただけで結構残るくらい辛い。ちょっとびっくりするけど、うまい。これはうまい。やっぱり僕は麻婆豆腐が大好きなんだな。で、麻婆茄子の方もじゃあ行ってみましょうか、せっかくですから。ほぼジュースじゃん。茄子をここまでトロトロにしてくれてありがとうございます。めちゃめちゃ美味しい。で、最初の一口目で辛さにちょっとびっくりしたんですけども、もう何も気にならなくなってきた。このずーっと残る辛さの心地よさがもう気持ちよい。ずっと夢心地。個人的にこの時点で過去最高にうまいやつ、ずっと残ってほしいやつ、期間限定勘弁してってやつ。で、今茄子食べた時点でもうご飯を口が欲してんのよ。さあ、一思いに行きましょう。せーの。あーいやいや。あーいはいはい。うわー。うわー、ポンと、はい、最高です、ありがとうございます。おい、ハイジーと、なんだお前はと。ドレッシングのシーンはスーパースローかましてんのに、こっちはないんかって思った方いらっしゃいますよね。大丈夫です、2回目で抑えてますから。今回は特別待遇、どうぞ。そんなわけで、ここもここでまずは温玉潰さずに、こう麻婆豆腐と麻婆茄子でご飯行くということで。これやっぱね、茄子と豆腐が柔らかさほとんど同じ。すごい。食感があるのはこのひき肉だけ。結構ゴロゴロ入ってるこのひき肉は割と食感があるんですけども、ナスと豆腐のトロトロとろける感、あとはどう考えてもニンニクの破壊力、いや進むよこれは。それではいよいよ温玉、あらららららら、あららららら、あららら、あらら、こんにちは。ビジュアルとしてはもう完璧にも程がありますよね。うわー、滴る滴る。いやー、これこうやってスプーンですくって、ちょっとこうやって半熟卵が滴るところも、もう美味しそうなんだもん。
うますぎる。この麻婆のソースがこんだけ美味しいとかこんだけ優秀なのに、なぜか豆腐とナスくらいしかこのソースの中でメイン張る食材っていないのって、なんか不思議すぎない？しかもその2つが特に高級食材とかというわけでもなく、庶民的な食べ物がこんだけグレードアップするっていう、その感じに僕感動してるんです。だから豆腐もナスも家に帰ったらいつも麻婆ソースさんの話ばかりしてるっていう親に対してっていうパターンだよね。で、親も親で三者面談の時とかに、この子いつも家に帰ってきたら麻婆ソースさんの話ばっかりして、その時の顔が一番楽しそうなんですって言われるくらい相性いいよね。うん、うまい。で、あとは醤油さんとか生姜さんから、おい豆腐、お前さ、いつも麻婆ソースの話してる時だけは俺らの前では見せない笑顔を見せるよなって言われちゃって嫉妬されるパターンだよね。ごちそうさまでした。というわけで今回の松屋さんの四川風麻婆豆腐定食でございますが、辛さはまあそこそこ辛い、汗はもしかしたらそこそこかいてるかもしれませんが、もう気持ちいい辛さとちょうどいいこれっていう美味しさ、もうこの夏どうしようっていう、断るごとに食べたくなっちゃうんじゃないかと、夜中とかでも食べたくなっちゃうんじゃないかと、ちょっと我慢が必要かなという、好きすぎるがゆえにあえてちょっと距離を置かないとこっちがダメになっちゃう、どうしようっていう恋愛みたいな感じの思いさえも抱かせるような美味しい最高メニューでございました。っていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、柴鷹さんからのコメント、プリプリプリティさん男子たちはフルチャージできたんですか、何の話、一個も理解できない。そんなわけでしょっぱ系のものを食べた後のスイーツタイムのおまけのコーナーでございまして、本日はコンビニで買える、いろんな面白お菓子という括りでやらせてもらいますが、まずはドリンクからですね。こちら、ででーん、スイカミックススムージー168円でございます。これがですね、スイカスムージーだけだったらまあ変わってるけど想像ついたんですけども、ラムネ風味って書かれているのでちょっとわけわかんないなと思って買ってみました。はい、そんなスムーズしてるかな、スムーズってよくわかんないです、その言い方はあるかわかりませんけれども、いただきます。うん、うん、あ、あ、なるほどなるほど、あ、なるほど、あ、本当だ、ラムネ風味のスイカスムージーです、なるほどだ、飲んだらなるほどだ、言ってもそんなドロドロじゃないです、で、口の中にちょっと果肉的なものは残る感じで、甘さは結構控えめ、すっきりしてます、炭酸とかじゃないの、振ってるじゃん、だって散々振ってるから炭酸じゃないんですけども、ラムネの風味は残ってますちゃんと。で、またこれもこれで夏っぽいのかなって思わせるようなものなんですけども、レモンスカッシュチョコレート、もう最近コンビニとかでもさ、わけわかんないものがいっぱい売られてますよね。これはちなみに富士屋のものでございますが、どんなチョコレート、ただそれがチョコレートって全く意味がわかんない感じなんですけども、こう来ると色はね黄色いです。テーブルの上に置いて上から押したらピョンって跳ね上がりそうな形ではございますが、さあどう出る、よくやるねみんな、さっきのスイカのスムージーにしてもこれにしてもよく作るわ。外側はもうレモン風味のチョコレートでございます。それは美味しいちゃんとしたやつでございまして、噛んでいくと中の方にザラザラした食感のものがあるなって最初感じるんですよ。それがなんか個人的にはチョコレートのこの美味しいさ、食感とさ、ザラザラしたものが合わさるのがちょっと嫌かなーなんて思っていたら、そのザラザラしたのがパチパチ弾けてくんの、パチ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 って、あのドンパチみたいな感じで、チョコレートがなくなった後にまだパチパチ余韻残していくっていう炭酸感出してます。最後はこちらでございまして、アイスですね、もう7月ですから。で、フローズンスイーツチーズケーキということで、結構ねシックな感じだったので、派手なパッケージングのアイスの中で結構ね目立たない感じではあったんですけども、逆にそういうのが気になっちゃうタイプでございまして、チーズケーキのような濃密食感を楽しみたいと思います。ちなみに198円です。見た目で言いますと、あ、あ、あ、待って、お、あ、そうなの、あ、そう、あ、そあ、そう、あ、あ、そ、あ、そ、あ、な、な、あ、な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 、あ、あ、そ、あ、そ、あ、そうなのね、な、なんか違う感じがしてきたんですけども、とりあえず食べてみましょう。はい、お、お、めちゃめちゃ美味しい。なんじゃこりゃ、
感動しました。これは小泉元首相も食べたら言うでしょうね。外側パリパリで美味しいって、いやちょっと感動しました。これねよく見たらね、赤城乳業さんのまたやつなんですよ。もうすごいなと思うんですけども、赤城乳業さんでこの感じだから、外側からもうさガリガリ君みたいな感じの食感なのかなと思ったら、パリッとしたホワイトチョコで、その下に濃厚すぎるチーズケーキが埋まってました。これねあのアイスっていうかチーズケーキです。チーズケーキのような濃密食感で書かれてるのが逆に怖いよ。え、チーズケーキじゃん。だってのようなってことは違うってこと？チーズケーキじゃないのこれ本当は。どうなってんの？すっごい好きこれ。外側こそパリパリのホワイトチョコなんですけども、内側食べてる感じはびっくりするくらいこれです。ギリギリパリパリを食べないようにここだけ食べてみるっていうのどうですか？無理。